声。私は霊感がゼロだから、都内や近場の心霊スポットが好きで、冷やかしに行って遊んでました。毎回一緒に行く友達もゼロ感だから、心霊スポットで周りがビビるようなことを平気でしたりしていました。私たちが心霊スポットに行くことをやめるきっかけになった事件を話します。神奈川県某所にある心霊スポットのトンネルに男一人、女二人で行った時の話です。女友達を B、男友達を C とします。車で山道を進むとゲートがあり、不法投棄を注意する無機質なアナウンスが流れ、真っ暗な山中で街中の心霊スポットにはない空気に、B と最初は喜んでました。有名なスポットだからか、すでに車が一台止まっていたし、普段から心霊スポットに遊びに行く三人に恐怖心はありません。暗い山中だと聞いていたため、いつもより大きなライトを持ち、トンネルに向かいました。トンネルに着くと、前のグループの明かりやふざけて騒ぐ声で怖いなんて思いませんでした。トンネルを抜けると B が先にキャンプ場跡があると言い、このまま帰ってもつまらないと思い行くことにしました。キャンプ場までは舗装された山道をしばらく歩きます。途中で追いついた前のグループとお互い自己紹介をしながら道を進んでいくと、すぐにキャンプ場跡にたどり着きました。川があり、涼しい空気に最初は全員安心していました。キャンプ場だし、次回はみんなでキャンプしに来たいね、なんて冗談を言いつつ石橋を渡ります。突然 C が静かにって言い、みんなびっくりして黙りました。声が聞こえた気がしたからというと同時に女性の笑い声がかすかに川の音に混じり聞こえました。自分たち以外にも誰か他のグループがいるんじゃない?という合流した男 D、E、F が言い、怖がる女の子を安心させるために、おーい、誰かいますか?と呼びかけました。誰からも返事はなく、さらに笑い声だけは聞こえます。川の音で気づいてないんだよ。何人かの声がするし、話してるから返事しないんじゃない?普通にキャンプしてるんじゃない?話しかけに行こうよ。怖いと思わない男性たちは声がする方へ歩き始めました。これからそこ行きたい人のために声の聞こえてきた場所までの進み方を話します。最初の石橋、確か一の橋でした。を渡り、道しるべがあるところまで進みます。道が二本に分かれ、左に石橋がありました。右の道は
草などが生えていますが、進めます。ここを進むと、道は少し険しいですが、監視塔につきます。声はこの辺りにいます。監視塔までの道で起きたことがあります。前から誰かの声がして、こちらに向かってきているようでした。合流したグループの女の子二人が怖くて歩けないというので、みんなで声の主、全員が中年男性の声だったと言います、を待つことにしました。声の主は暗い山道をライトを持たずこちらに歩いてきます。酔っ払い?のような話し方で何を言ってるかは聞き取れません。声が近くまで迫った時に私たちは気づきました。声は確実に確実に近づいてきています。しかし姿は見えません。川音はしているので近づくまで足音は聞こえないこともあると思いますが、10メートル、5メートルと声だけが近づいてきます。そして声は何か嫌な感じとともに私たちの間を通り抜けていきました。ここで引き返すと声を追いかけてしまうので怖いですが、先に進むことにしました。監視塔に着くまでに合計4回声とすれ違いました。最初の声は男性で、あとは女性二人と子供です。みんなブツブツと何かをつぶやいてるのですが、何を言ってるかは聞き取れませんでした。8人いて、全員無言で監視塔に着きました。声とすれ違い、時間も経ってるし、すぐに戻ろうと話をしていると、最初に聞こえた女性の笑い声が川の方からしました。誰かいますか?返事なんてありません。E が呼びかけると同時に空気が変わったのを覚えています。そして、いきなりキャンプ場の奥の方から、声にもなってないような叫び声が聞こえ、気づいたら私たちは、石橋のところまで走っていました。8人いるのを確認して、みんなで手を取り合い、車まで行き、逃げるように東京へ帰ってきました。最後に、私はもう二度と心霊スポットには行きたくありません。どこに行ったかは話しませんが、すぐに特定できると思います。私なりに調べたら、監視塔、正式名称ではないかもしれません。の、さらに奥にバンガローがあるそうです。叫び声はその方向からしました。これから行く人がいたら気をつけてください。監視塔までの道で
起きたことがあります。前から誰かの声がして、こちらに向かってきているようでした。合流したグループの女の子二人が怖くて歩けないというので、みんなで声の主、全員が中年男性の声だったと言います、を待つことにしました。声の主は暗い山道をライトを持たずこちらに歩いてきます。酔っ払いのような話し方で何を言ってるかは聞き取れません。声が近くまで迫った時に私たちは気づきました。声は確実に近づいてきています。しかし姿は見えません。川音はしているので、近づくまで足音は聞こえないこともあると思いますが、10メートル、5メートルと声だけが近づいてきます。そして声は何か嫌な感じとともに私たちの間を通り抜けていきました。ここで引き返すと、声、私は霊感がゼロだから都内や近場の心霊スポットが好きで冷やかしに行って遊んでました。毎回一緒に行く友達もゼロ感だから、心霊スポットで周りがビビるようなことを平気でしたりしていました。私たちが心霊スポットに行くことをやめるきっかけになった事件を話します。神奈川県某所にある心霊スポットのトンネルに男一人、女二人で行った時の話です。女友達を B、 男友達を C とします。車で山道を進むとゲートがあり、不法投棄を注意する無機質なアナウンスが流れ、真っ暗な山中で街中の心霊スポットにはない空気に B と最初は喜んでました。有名なスポットだからか、すでに車が1台止まっていたし、普段から心霊スポットに遊びに行く3人に恐怖心はありません。暗い山中だと聞いていたため、いつも声を追いかけてしまうので怖いですが、先に進むことにしました。監視塔に着くまでに合計4回声とすれ違いました。最初の声は男性で、あとは女性二人と子供です。みんなブツブツと何かをつぶやいてるのですが、何を言ってるかは聞き取れませんでした。8人いて全員無言で監視塔に着きました。声とすれ違い時間も経ってるし、すぐに戻ろうと話をしていると、最初に聞こえた女性の笑い声が川の方からしました。誰かいますか？返事なんてありません。 E が呼びかけると同時に空気が変わったのを覚えています。そしていきなりキャンプ場の奥の方から声にもなってないような叫び声が聞こえ、気づいたら私たちは
石橋のところまで走っていました。8人いるのを確認して、みんなで手を取り合い、車まで行き、逃げるように東京へ帰ってきました。最後に、私はもう二度と誰か他のグループがいるんじゃない?という合流した男 D、E、F が言い、怖がる女の子を安心させるために、おーい、誰かいますか?と呼びかけました。誰からも返事はなく、さらに笑い声だけは聞こえます。川の音で気づいてないんだよ。何人かの声がするし、話してるから返事しないんじゃない？普通にキャンプしてるんじゃない？話しかけに行こうよ。怖いと思わない男性たちは、声がする方へ歩き始めました。これからそこ行きたい人のために、声の聞こえてきた場所までの進み方を話します。最初の石橋、確か一の橋でした。を渡り、道しるべがあるところまで進みます。道が二本に分かれ、左に石橋がありました。右の道は草などが生えていますが、進めます。ここを進むと、道は少し険しいですが、監視塔につきます。声はこの辺りにいます。いつもより大きなライトを持ち、トンネルに向かいました。トンネルに着くと、前のグループの明かりやふざけて騒ぐ声で怖いなんて思いませんでした。トンネルを抜けると B が先にキャンプ場跡があるといい、このまま帰ってもつまらないと思い、行くことにしました。キャンプ場までは舗装された山道をしばらく歩きます。途中で追いついた前のグループとお互い自己紹介をしながら道を進んでいくと、すぐにキャンプ場跡にたどり着きました。川があり、涼しい空気に、最初は全員安心していました。キャンプ場だし、次回はみんなでキャンプしに来たいね。なんて冗談を言いつつ、石橋を渡ります。突然 C が、静かに、って言い、みんな、びっくりして黙りました。声が聞こえた気がしたから。というと同時に、女性の笑い声がかすかに川の音に混じり聞こえました。自分たち以外にも